制限がなくなって、自由に、作曲ができるようになってよかったですね。はい、この恥だけを見てまっすぐに持っていけば、もうせんね、大丈夫ですね。また、その相手に自由に曲した皆さんの夢を叶えさせていただきたいと思います。取れたてですから甘くて美味しいですね。まあ、みんな美味しい宝も作ってますので、皆さんどんどん買っていただけるように。米についても自由な作付けができるようになりましたし、このさくらんぼ農家も拝見をさせていただきまして、値段もだんだん回復をしていったと、いよいよ福島の復興も新しい段階に入っていったと思います。これがミラクルフルーツというものです。これは南国原産のフルーツで、これを食べた後に酸っぱいものを食べると甘く感じるっていう、そういう不思議な果物なんですね。ありがとうございます。これは温泉をというか、あれを熱を利用して作ってるんじゃない？そうですね。温室タイプ。温室をね。こんなこともあるんだよということもですね、警察に紹介したいなと、そのように思います。今学校現場で放射線教育を取り入れております。安心して学校生活を送れるように楽しい知識を申し上げています。皆さんのそうした、ご努力、ご貢献があって初めて女性が前に進んで、住民の皆さんも健康に不安を持つことなく安心して暮らせる暮らしを取り戻すことができたと。甲状腺の病状、甲状腺の健康状況についても他の県とは違いがないという話を伺いました。健康への不安、あるいは放射線への不安、風評被害を乗り越えるために一生懸命取り組んでいる皆さんの姿に接しまして大変感銘を受けました。今後ですね、政府としては根拠のない風評を払拭をしていくためにも正確な情報を出していくことに力を尽くしていきたいと思いました。